近鉄東寺駅。京都と奈良を結ぶ近鉄電車。東寺駅は京都駅から奈良方面に向かって一つ目の駅。そして駅から西へ徒歩5分の場所には世界遺産の東寺があります。今回の動画では全長約 1.5 キロの東寺の外側をぐるっと一周し、7つの門を紹介したいと思います。東寺は創建からおよそ1200年、平安京の唯一残る建造物で、1994年に世界遺産として登録されました。平安遷都とともに桓武天皇によって創建された東寺。嵯峨天皇は唐で仏教密教を学び帰国した弘法大師空海に託します。そのことで東寺は日本で初めての密教寺院となります。見えてきたのは東寺の五重の塔。東寺の周囲を巡らす追寺塀の東南隅。この場所は猫の曲がりと呼ばれ、昔から魔物が住んでいると考えられていました。そのためこの角の前を通ると不吉なことが起きると信じ、今でも京都人の間では婚礼の時花嫁を乗せた車はこの角の前を通らないという暗黙の了解があると言われています。なぜ猫の曲がりと呼ばれるようになったか諸説あるようですが、かつて詩人の一つである白虎像が置かれており、その姿が猫に見えたことから猫の曲がりと言われるようになったとのことです。このまま九条通りを西に進みます。この大きな門は南大門、東寺の正門です。国の重要文化財に指定され、数ある東寺の門の中で最も大きく、幅約18メートル、高さ約13メートル、切妻造り本瓦葺き三間一戸の八脚門。境内から見てみます。
1601年に33元堂の西門として建てられたものを、1895年に当時の南大門として移築したものです。桃山形式の大きく立派な門で、カエル股の鳥や獣の彫刻など桃山建築の特色がうかがえます。南大門を少し進むと、小さな門が見えてきました。南大門から西へ40メートル、穴門。創建年は不明で、別名築正門。炊事塀を切って扉をつけただけの簡素な門です。境内からの穴門です。江戸時代、修行の身でありながら不倫をした僧を破門するときに使われたもんだと言われています。不倫が発覚した僧は着ている袈裟衣を剥ぎ取られ、この穴門から外へ放り出されたそうです。次に進みます。九条通りと壬生通りの交差点、京阪国道口、右折し壬生通りを北方向に進みます。見えてきたのが蓮華門。当時を囲む炊事塀には多くの門がありますが、その中で唯一国宝に指定されています。この蓮華門、開けずの門という別名があります。当時の門の中で最も古く、鎌倉時代の1191年に門学商人が当時を再興した際に建造されました。三間一戸の八脚門、屋根は本瓦葺きの切り妻造り。奈良時代からの古式を踏襲した造りが基本になっており、鎌倉時代の技法の一つである格子の組入れ天井を取り入れるなど、日本建築の変遷を知る上で貴重な門とされています。名前の由来は、空海が四季を悟り隠棲するために高野山に向かうことになります。その際、この門から出発しようとすると、不動明王が現れ涙を流して別れを惜しんだそうです。その時、空海の足元に蓮華の花が咲いたと言われており、それ以来この門は蓮華門と呼ばれるようになりました。
こちらの門は西門。前には東寺道と呼ばれる東西の通りが伸びており、御前通りまでつながっています。ちなみに東寺道は東寺西門通りとも呼ばれています。江戸時代の頃、周囲は唐橋村と呼ばれ、辺りは田畑が広がっていました。沿道に人家や商店が立ち並ぶようになったのは昭和に入ってからです。今歩いている道は串毛通り。平安京の串毛工事に相当する通りです。この辺りは平安時代からそのままの幅で残されている、京都で唯一の工事となっています。通りの名は、平安時代この地に串毛大納言という人物が住んでいたことが由来。開通当時は一条通りから九条通り間を走っていましたが、平安京の大内裏や新鮮園の建設、平清盛の邸宅である西八条殿や豊臣秀吉による聚楽大の造営によって相次いで分断された歴史があります。見えてきたのは北大門。鎌倉時代前期に建立され、1601年に補修された八脚門、切妻造りの本瓦葺き、国の重要文化財に指定されています。門をくぐり境内に入ると、左手に手水屋があり、正面には食堂があります。当時の東側、大宮通りの側道に出ました。当時の近くにお店を構えるお菓子つかさ当時餅、創業は1912年、大正元年。取材記事で知ったのですが、当時との関係はないとのこと。
この辺りのお店はどこも店名に東寺〇〇と付けられており、こちらのお店も同様で東寺さんの名前を頭につけただけなんだとか。ただ人気のお店でもあり、また少し歩いたので甘いものが食べたくなりましたので、店名を冠した東寺餅と亥の子餅を購入、後で食べようと思います。お菓子司東寺餅を過ぎ、すぐに見えてきたのが慶賀門。京都駅八丈口から歩いて東寺を訪れる際、一番近い門として最初にお目にかかるのがこちらの門。鎌倉時代前期に作られた八脚門で、国の重要文化財に指定されています。東寺の境内北東角にあり、また大宮通りに面し、事実上の参詣者入り口となっている門です。この門から境内に入り、まっすぐ進むと西門にたどり着き、東寺道へとつながります。この慶賀門の近くにはベンチがある駐車場があります。そちらで先ほど東寺餅で買ったお餅をいただくことにします。まずは亥の子餅、茶色がかった餅に黒ごまの斑点が売り棒を思わせる可愛いお餅。餅がふわふわ、ニッキの風味が優しく香り、粒あんとの相性も良いです。名物東寺餅、牛皮がとってもふわふわ、柔らかく伸びるお餅に甘さ控えめなこしあん、昔ながらのお餅、大きさもちょうどよく何個でもいただけます。東寺餅を食べるために東寺に行く、そんな人もいるとか。参拝の時にはぜひ。デザートは別腹と言いますが、甘いものを食べた後だというのにメインのランチにしたいと思います。東寺慶賀門の向かい、近鉄東寺駅から徒歩7分、京町屋鴨しゃぶ空雨、鴨料理を専門とするリノベーション町屋のお店。書家の金沢翔子さんが書かれたのれんが素敵です。広い店内、テーブル間のスペースが十分に確保され、上質な空間と時間。注文したのはランチメニューの鴨しゃぶカレーうどん、ご飯セット漬物付き。褐色のカレーだしに白髪ネギの白さが引き立ちます。
とろみがあるカレーだしに柔らかうどんがよく絡みます。歯ごたえがある鴨肉は甘みと旨みが存分に味わえます。白髪ネギのシャキシャキ感とやわやわうどんが見事にマッチ。メインは鴨しゃぶのこちらのお店。鴨肉へのこだわりは多く、北京ダックに使用されるイギリスのチェリバレーシュ鴨を使用。うまみ、甘み、風味、コクがあり、柔らかく美味しく味わえます。鴨の脂肪は7割がオリーブオイルと同じ不飽和脂肪酸、美容ビタミンと鉄分の豊富なビューティーミートで、鴨の脂は融点が人の体温より低く、胃にもたれず食べやすくなっています。最後のお楽しみはご飯をお出汁に入れて雑炊。濃いめのカレー出汁との相性は抜群。この時のために残しておいた漬物がいい仕事をします。店名空の由来は当時の弘法大師空海から。そんな空海と縁あってこの地で店をオープンされました。綺麗なお店で丁寧な接客、気持ちよく過ごすことができました。お腹も満たされましたので、慶賀門を後に最後の門を目指して大宮通りを南に向かって進みます。見えてきたのは東大門。創建年は不明。現在の建物は1198年に文学商人によって再建された八脚門。1605年には豊臣秀頼が大修理を行ったと伝えられ、重要文化財に指定されています。1336年に新田義貞が当時にいた足利尊氏を攻め、尊氏がこの門を閉ざして危機を脱したことから、別名開かずの門とも呼ばれています。先にご紹介した蓮華門も開けずの門という別名がありましたが、ただしこちらは開けずの門ではなく開かずの門と読みます。当時の外側をぐるっと一周する、全長約 1.5 キロの散歩はいかがでしたでしょうか。創建からおよそ1200年の当時、逸話も多く見どころがたくさんあり、ついつい立ち止まり見入ったり食べたりと楽しく歩くことができました。当時の東南隅、猫の曲がりに戻ってきました。ゴールです。